はいどうもピオキングです。今日はですね、みんなでマリオメーカー2。はいどうもピオキングです。今日はですね、マリオカート8デラックスをやっていきましょう。以前の動画がね、ボロボロめっちゃボロボロだったから、せめて1回はね、1位取りたいよね。よし、それじゃあ早速始めていきましょう。 DS 版のワリオスタジアムのステージか。うん、全然わからん大体日本人とアメリカ人ばっかだな。でね、意外とね、なんかバイク、まあ、バイク人気ありますよね。でも僕はね、あ、ちょっと待って待って、なんで俺バイクしたんだろう。いや、 B ボタンがアクセルと思っちゃったから。よし、それじゃあそのまま進んでいきましょう。まあまあ、よくあることだけどね、まあ、よくあることだよね。まあ、すぐ亀の甲羅当ててくる人、まあ、最初のね、まあ、1周目、まあ、別にないんだっていいんですよ、正直。よし、で、この火の輪をくぐっていく。オッケー、キノコめっちゃ持ってんな。こんなにキノコいらないんだけどオッケー。で、まあ6位か、まあ、みんなうまいよね。そしてよしよし、オッケー、アイテムのストックも確保できました。またキノコキノコ多いな。ここら辺で一回使っておきましょう。今回ね、僕なんでピオキングじゃないのかって言って、まあなんていうの、しずえさんにしたのかっていうと、まあ最近あつ森流行ってるやん。だけどその流行ってる感じでちょっとあつ森にしたんだけどね。あつ森っていうかしずえさんにしました。まあ、しずえさん可愛いよね。今まではね、なんかそんなことあんまり思わなかったんですけど、あつ森しだしてね、しずえさんめっちゃ可愛いみたいな、そんな思ってくるようになったんですよね。危ね、これは危ね。よし、一応2位1位は見えましたね。危ねもう押さないでそんなに。よし、見て、ほら今見た、ジャンプアクション、ジャンプアクションハートだもん。しずえさん出たこい。あー、音符か、ハート出ないな。3位にこれ投げまくっておきましょう。よし、1位は1位のリンク、早っめっちゃ早っ。くそ、あのリンクはさすがに抜くことはできないかな。2位でキノコだもんね。1位のリンクとだいぶ差がついてんじゃないかな。おお、トゲゾウ来た。うっそ、俺にも当たったまあいいや、1位のリンクにも当てて来い。よし、オッケー、後ろすぐ来てんな。よし、このキノコで抜くことはできないか。リンク見えない、あーえー、リンク、うそー、ここで神の子かよ。3位か、いや待って、4位とかなりかねないぞ、4位とかなりかねないぞ。よし、早くアイテムを使え惜しかったな。あ、え、もうゴールじゃないの。うそー、今あそこでアイテム使ってなかったらもしかしたら2位になれたかもしれない。マジか。まあ最初の出だしはね、まあこんなもんでいいでしょう。待って、さっきのリンクの人いる、あの人リベンジしたいな。さっきのリンクどれ、同じ顔2人いるどっちだろう、光っていう人か111っていう人、どっちかなんだけど、次は最初からちょっとバックしないようにね行きたいと思います。バックの方が良かったなああやってなるぐらいだったらバックの方が良かったな。待って、これどこ、待って、これ俺見てなかった。え、ウォーターコースター、ウォーターコースターだったっけ、ここ何だったっけ。まあいいや、何でもいい。しずえさん前にいるな、同じ気持ちで多分やってるんでしょう。あの人多分あつ森好きだぞきっと。このユニエさんね、ユニエさん、アメリカの人。あー待って、カメのコラ持ってる。オッケー、危ねえ。よし、このまま、あ、光るか、光るっぽくない、なんか1位の人リンクでしょ、あの光るっていう人、違うかな。で、あー待って全然あそこにね、あんなのがあるとか気づかなかったわ。同じじゃん、しずえさん、デイビー、あーちょっと待って、よし出たよ。お、乗った。よし、このまま、今何位だ、8位か。オッケー、なんかぶつかりまくってるけど、まあ、大丈夫でしょう。あ、この人危ない、キノピオが危ない。
待って、ビビっちゃったビビって端っこに逃げすぎた。オッケー、まあ結果オーライ、結果オーライかな。お、1位今度ヘイボーじゃん。待って、後ろ危なくない？後ろスターいいんだけど。うっそー、自分から当たりに行っちゃったな。1位のヘイホーが結構独走状態だ。OK、 いいね、今のハートマークめっちゃ可愛い。見てほら、もうあのスター俺絶対許され。誰？ジグスっていう前の人、あのデイビーの後ろにいるあのヘイホー絶対許されるから、なんかいいもん盗んできてくれ。亀の甲羅、緑しかも危ねえどこだ、どこだ、どこにいる。よし、8位、ちょっと待って、よし、オッケー、タオルキノコがあればと思ったんだけど、7位か。お、今回なんか少ないよね。あ、よし、バレー来たー。結構ね、好きなんですよこのコース。まあ、どのルートが一番近いコースかまだ分かってないんですけど、まあ、昔僕がね64の頃にやってたルートで行きたいと思います。よし、まあまあまあ、ロケットスタートできんやったけど、まあいいや。まあ最初いらない、これ多分左で、次で僕右行ってたんですよね64の頃。そう、こっち、こっちじゃないの一番近いのって、違うのかな。みんなね左の方行くよね。よし、 OK、まあ、さっきからアイテム全然取れんのやけど、キノコか。え、今のルート一番近いルートじゃないのかな。結構差つけられてるもんな。よし、 OK、 2、あ、待って、1、よし、初めて初めての1。しっかりねこのバナナをお尻につけていきましょう。で次は右ね、 OK。 1位はね、まあトゲゾウ以外はなんか、なんていうの、争いが少ないから安定してねこう走れるんですよね。でこのまま、よし、2段階いった。3段階まであるのかな。よし、次こっち、いいね、安定してます、めっちゃ安定してます。2位になったけど、結構さ、てか1位と2位と3位しずえさんじゃんしずえさん多くない？めっちゃしずえさん多くない？よし、コインも取ってくれ。 OK、 今回1位になれるかな。めっちゃ安定してるな。これ右から行こう、危険だから。結構さ離れてる、いいね、いいね。トゲゾウさえ来なかったらいいけど、まだトゲゾウ来てないな。このまま1、よし、1取れるんじゃないか。よし、ここは落ち着いていきましょうやった、久しぶりの1位じゃない？これ1位になったら、あぶねえ、いい攻めすぎた。よし、2位が迫ってきてる意外と遠いけどいけるでしょう、まだ。 OK、 よし、このままトゲゾウも来ないでくれよ。 OKOKOK、 これ勝ったんじゃない？さすがにこれはもう勝ち確だよね。うん、時蔵来た、時蔵来たけどだいぶ離れてる。よし、オッケーやったー、1位取ることができました。いやー、見てあの王冠マーク、気持ちがいいよねまあ今回ね人数少なかったけど1位は1位だもんね。え、めっちゃ笑い合ってる。誰、誰と笑い合ってんの、ピオキング。そいつは誰だ、右の人今回ね僕が希望したコースになりました、ピーチサーキット。しずえさん、ピーチサーキットめっちゃ似合うなめっちゃ似合うな、しずえさん、ピーチより似合ってんじゃないっていうぐらい似合ってる。よし、それじゃあゴー、ナイス。バイク人気あるよね、バイク走りやすい。ちょっと待って、まずい、間違えたいい攻めすぎた。まあいいや、まあいい。なんでこんなにいっぱいいるのに、なんで俺なんでしずえさん、女の子だよ、もうちょっと優しくしようぜ。みんなしずえさんに言おう。よし、で、アイテム俺も取ってく。まあ、一応今9位か。
どこで使えばいいんだろう、ここキノコの場合。近道とかなかったよね。あったっけ。どこで使えばいい。うわ待って危ない。よしここで使おう。あいつ危なかったな今。よしスター来た。しずえさんと誰かぶっ飛ばこの木ちょっと待って、ちょっと待って、木ぶっ飛ばせないの。木ぶっ飛ばせると思ったんだけど。昔のマリカーじゃ木とかぶっ飛ばせたような気がするんだけどな。3段階まであるんだね。 OK いいねいいね。このまんまショートカットしていこっか。1位近いな。よし一応あそこにショートカットあるのか。ここファイヤーボール使うべき場所だよね。これ大体誰か当たるよね。 OKOKOK いけ。スターが来てる。待って危ない。スター怖いな。よしスター消えたな。もうあのパックンフラワーうますぎ。もうピンポイントで当ててきた。まずいなこれは。後ろスター来てる。てかさっきからアイテム全然取れないんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、これキノコの使うとこ間違えた。よしこれボロボロじゃん。これ待ってこれやり直していい。待ってこの勝負なし、この勝負なし。もううわー来た光るぜ。よっしゃこのまんま上位を狙っていこう。まあ、この9位から何位まで上がることができるのか。結構密集してるもんな。よしここでいいアイテム出てくれ。キノコか。まあいいやこのまま使っていこう。3位、結構すごい。3位まで上がれた。2位、あ惜しい。やっぱマリカ何が起こるか分からんね。ヨッシーバレーさっきも勝てたヨッシーバレー。僕このコースめっちゃ好きなんですよね、ヨッシーバレー。まあ64の頃相当マリオカートやってて、その頃からヨッシーバレー好きでずっとやってたんですけど。頼むヨッシーバレー来い。くそー、あの音符のとこでしょ、あのボヨンボヨンってなるとこ。ミュージックパークか。そうそうミュージックパーク。ここ結構こうね楽しいんだけど意外とね難しいんですよね。よっしゃオッケー、それじゃあ始めていきましょう。もう道わかんねえ、全然わかんねえ。もう一時してねえから。マジでしてねえからわかんねえ。よし、え何に当たった今。待って、そういうのあるよね。なんか何に当たったかよくわかんないの。これはね、あの光の中に入ったらパックンから食べられるから、しっかりねあのライトのとこば避けていきましょう。さっきからアイテムが全然取れねえ。よしジャンプ。ドンキー、ドンキーが怖いな。あのバナナ持ってる。次は左。よし初アイテムじゃないこれ。これキノコ。ちゃんとね音符が跳ねた時にね、なんかビヨーンってこのしずえさんもね跳ねるんですけど、その跳ねた時にねしっかりアクションを取っていかなきゃ、もったいないからね。オッケー、よししずえさん。ごめんなしずえさんよ、これは勝つためのレースなんだ。今2位でしょ、ジェ何あれ グレゴみたいな人に勝っていこう。しっかりお尻につけてんな。おー落ちる、危ねー。よしここちょっとブレーキしないとやっぱ壁にぶつかるな。よしで左の方に行こうか。およし研ぎ添いった。よしオッケーオッケー、これで僕が1位になりました。落ち着いていこうか。このまま研ぎ添とか来なかったらいいけど。よしオッケーオッケー、いいね。赤亀はしっかりバナナで防いでく。もう一回、まあもう一回っていうかやっぱりお尻につけるアイテム取っておかなきゃ。怖いな、バナナ来てくれ。よし来たバナナ。待ってここくそ、ここ難しいんだよな。危な、今赤亀マークあった。よしやめてくれ。危ねえ。
出た。今絶対1位やったよね。あの時蔵なかったら絶対1位やったよね。まあ今回ね1回1位あったから、まあ、僕的にはね大満足大満足してます。それじゃあ次回のマリカ8でまた会いましょう。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。